野間の守備。ボールテンテンテンレクサ、前世紀のベースボールやん。ここからどうやってランニングホームランになるんだよ。すげえお笑いやな。これは早くも今年のクソ守備オブザイヤーが決まってしまったかも。ガチで鳥肌立ったわ。今年の広島はレベル高いな。これは数年言われ続けますわ。3試合目にして今シーズンのお笑い野球の頂点やぞ。生まれたての小鹿のような繊細なプレー、これが野間よ。ほんまやらかしの塊。ネタ詰まりすぎやろ。リアルで爆笑したやないか。